皆さんこんにちは、トーコです。今私スーパーにいて、今日はスーパーから動画を撮っていこうと思うんですけども、インスタとかねチェックしていただいている方はもしかしたらお気づきかもしれないんですけど、私スーパーがすっごい好きなんですよで、イギリスのねスーパー本当に面白くって、皆さんにお伝えしたいことがたくさんあります。でとりあえず今日は第1回目ということで、何点かピックアップしてご紹介していこうと思います。はい、まずこちらですね、サラミとか生ハムのコーナーなんですけど、とにかく安いんですよ。スパニッシュとかデイニッシュとかイタリアンとかもいろんなのがあるんですけど、だいたい200円いかないぐらいで、こういった感じのセットになったタイプのものも、私日本で成城石井とかで1000円ぐらいで買ってたんですけど、イギリスだったらだいたい300円台から400円出せば手に入ります。あとこういうパックになってるものじゃなくって、量り売りとかもあるんですよね。で量り売りとかだったらいろんな種類を50グラムずつとか試せると思うので、それもおすすめです。Could I have 100 grams of German? こちらはね、イギリス名物のコーディアルなんですけど、体にいいハーブとかそういうフルーツとかを濃縮してあるものなんですね。でこれだったら例えば22杯分作ることができるんですよ。特に私たくさんねブランドあるんですけど、このなんて読むんだろう、ベルボイヤなんて読むか分からないけど、このコーディアルがスイートナーとか添加物が入ってないんですよ。だからすっごいおすすめです。はい、そしてこちらイギリスといえばティー、紅茶なんですけども、こういう感じでね箱がねもうめっちゃ大きいんですよ本当に紅茶好きの人が多いみたいで、でちっちゃいの例えばこれだったら PG Tips でこのサイズで3パウンドで、大きいサイズで多分倍近く入ってるのかな、で4パウンド、ほとんどね変わらないんですよ。だからねこんな大きいサイズ、もうめっちゃでかいんですよ。こんな大きいサイズいらなくても、だいたい私もいつもこの大きいサイズを買ってしまいます。でね、あと面白いのがこのヨークシャティー、これもねすごく有名なんですけど、これウェールズは軟水なんですよ。だから多分ねこれ軟水用のヨークシャティーなんですよ。もしイングランドとか行ったら多分ねこれが何色だったかな、なんかグリーン、ハードウォーター用の香水の地域ですね、イングランドでもに行けば香水用のが手に入ると思います。でもウェールズではハードウォーター用のやつは見たことがないです。でこちらのねディカフっていうカフェインが入ってない紅茶もすごいメジャーですね。だいたい例えばアールグレーとかそういうメジャーな紅茶だったらこういう感じで、これが普通のタイプと、あとディカフがこっちにあります。ちょっと高いんですけどね、でも結構カフェとかでもだいたいディカフ取り扱ってるところが多いと思います。はい、こちらがね、私がイギリスに来て結構びっくりしたことの一つなんですけど、このフリーレンジエッグスってどういう意味か分かりますか？私ね全然意味分からなかったんですけど最初これは平飼いして取った卵っていう意味なんですよ。で多分ねこれがスタンダードなんですね。ほとんどがもうフリーレンジなんですよ。でまあ、大体これだったら、普通のやつ12個入って200円ちょっとなんで、日本とそんなに値段も変わらないんですけど、日本だったら平飼い卵ってすっごい高いじゃないですか。でも、イギリスは動物愛護がすごいからかちょっと分かんないんですけど、普通の値段で平飼い卵が手に入るって感じですね。でね、こういう
漢字これですね、このあの見えるかな、 from caged hens って書いてあるんですけど、この caged っていうのがあのケージの中で育ったっていうことなんですよ。でちょっと安いんです。で私ね、はっきり言って個人的にはもうこのケージでいいんですけどね。でも友達とかと一緒に買い物とか来てこのケージのやつを買おうとしたらなんかクルエルみたいなこと言われますね。なんかかわいそうとか、あと味がフリーレンジの方が全然いいとか言って本当に気づくんかいって感じなんですけど、うん、イギリス人は結構このフリーレンジが好きみたいです。はい、ではあのちょっとすごい長い動画になってしまうかもしれないので、もうこの辺で今回は終わろうと思うんですけど、もしこういうあのスーパーの動画をまた見たいって言ってくださる方がいらっしゃったら、あのいいねボタンかコメントをいただければ嬉しいです。好評だったらまた作っていこうと思います。では最後まで見ていただいてありがとうございました。バイバイ。ごめんなさい、さっきあのエンディング撮ったんですけど大切なものを紹介するの忘れました。これね、子供を乗せるカートなんですけど、すごくないですか。すっごい高いんですよ、位置が。私ねこれ初めて見た時っていうか、双子がねこれに乗ってた時はかなりびっくりしました。あの双子と私の目線が合うぐらいの高さになんですよこれ、うん、面白いですよね。